3月15日、夕のみ言葉。彼は、心を尽くして行い、その目的を果たした。歴代史第2、31章21節これは珍しいことではない。心を尽くして仕事をする人が栄えるのは、道徳の領域では原則である。そして、 心を込めないで仕事をする人が失敗することも確かである。神は怠惰な人には収穫を与えられず、あざみを与えられるだけである。また神は隠れた宝を見出すため畑を掘ろうとしない人に富を与えることを喜ばれない。繁栄を望む者が勤勉に家業にいそしむことは広く認められている。信仰においても同様である。 あなたがイエスに仕える働きで成功することを望むならば、あなたは心を尽くして働かなければならない。あなたが家業に打ち込むように、あなたの力、勢力、誠意、熱意をキリストの事業に打ち込め、なぜならそれは家業よりもはるかにやりがいがあるからである。精霊は私たちの弱さを助けてくださる。しかし精霊は、 私たちの怠惰を奨励することはされない。聖霊は活動的な信者を愛される。教会で最も役立つ人は誰であろう。心を尽くして神のために仕事をする人々である。教会学校で最も良い成績を上げる教師は誰であろう。最も才能のある者か、いな、最も熱心な、火のように心の燃えている人たちである。彼らは、 主が堂々たる救いの進軍をされるのを見る。不屈の努力をしているということは、全身を打ち込んでいる証拠である。最初は失敗するかもしれない。しかし熱心な働き人は言うであろう。それは主の技である。ぜひ成し遂げなければならない。私の主が私になせと命じられる。そして私は主の道からによってそれを成し遂げると。 主にある友よ。あなたはこのように心を尽くしてあなたの主に仕えているか。イエスの熱心を思え、主がどれほど心を尽くしてその技をなされたかを。主は、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くすということがお出来になったのである。ヨハネの福音書2章17節主が血の汗を流された時、 ルカの福音書二十二章四十四節その肩に追われるべきには決して軽くはなかった。そして主が心を注ぎ出し、その民の救いのためになされた努力は決して小さくはなかった。イエスがこのように熱心であられたのに、私たちが生ぬるくあってよいだろうか。